こんにちは、勝則です、今日はチャームさんから購入した白ザリガニを紹介します。まあ、ホワイトザリガニですね。最初は、尾っぽ半分、そうですね、尾っぽの半分なかったな、3分の1ぐらいの大きさやったのが3度の脱皮で一気にこの大きさにまでなってくれました。指と比較したらこんな感じですね。小指です。かなり大きくなりました。びっくりするぐらい大きくなってますね。なかなか格好がいい。でこのままオスメスの判定がつくまで大きくなってくれて交尾にまで持ち込めたらいいなと思っています。で、やりすぎかなと思うぐらい餌をあげて、でまあなんとか水質の悪化にはつながってないので、それで、早い成長を目指しています。で、交尾が可能になったら、今3匹出るんですよ。飼育関係なく3匹購入したので、中にこう飼育が混ざっていればきっと近親交配になるんでしょうが、ホワイトザリガニ同士で、掛け合わせてホワイトザリガニの次世代を手に入れたいと思っています。ただしこれが偏ってた場合ですね、オスばかりとかメスばかりが存在してた場合は、戻し交配を前提に、わかりますかね、このペットボトルの奥に1匹いてるの見えるかな、近づけましょう。ペットボトルの奥に1匹いてますね。今3つに分けた60センチ水槽の真ん中に2匹いてます。この子たちに対してはちゃんと別々に分けたんですが、あまりに小さすぎて部屋の中を移動しちゃうんですね。でちょっとでもまあ強い子がええ場所を取ろうという感じに見受けられます。で共食いが何より怖いので、その頻繁に人間が手を加えちゃいすると、それこそ ザリガニをその弱めてしまうっていうんですかね、痛めてしまうと思うので、ちょっと餌多すぎるかなと思うぐらい餌をあげて、取り合いにならないように餌をちゃんとシェアできるように多めの餌をあげるようにしています。でこれで、共食いを防げたらなと思っています。手前に落とした餌と奥に落とした餌で、奥に落とした餌を強いやつが取りましたね。で強いやつが取ってそれを食べています。で、こんな風にまあ極力共食いのないように1日3度ですね、仕事前朝で昼休憩で、母屋に戻ってきた時で夜3度に分けて餌をあげて共食いを防ぐように自分なりに努力しています。で弱いやつが今こうしてパッとこうネットに逃げて飛び乗ってますね。で、こちらがですね、分かりますかね、右端の方の部屋の奥に白ザリガニがいてます。でこの部屋にはあまり誰も来ません。多分この子が弱いんだと思います。右腕を失ってますから、餌争い、もしくは脱皮の失敗で右腕を失ってます。で弱いために、こうして、違う場所で、安全に暮らしています。だからここの子はこの部屋に落とした餌を独り占めできるわけですね。はい。でこれが白ザリガニです。ホワイトザリガニですね。で一旦他の子たちの紹介にまた移りましょう。はい。
この子が、この子たちですね、アオザリン Z で、体色を青にした、イゼ君ですね、威嚇しています。で、この子たちには、この後も体色変化の実験をしようと思っています。青はもちろんそうですが、自作ですね、食紅、クチナシの花の食紅を使った黄色、青、赤、緑で、それを合わせた紫なんかの体色変化をさせていきたいと思っています。で、それと、竹炭ですね、竹炭の食紅がありますから、黒ですね、それを餌に、自分自作の餌に混ぜ込んで、どういう色にできるかですね。アオザリン Z ではね、こういう色にはなります。すごく綺麗な青ですね。まあ、フロリダブルーほどではないですが、餌でこれだけ綺麗にできるのなら、御の字やと思っています。これがハツちゃんですね。で、このハツちゃんとイゼ君の、まあ、子供ができたらいいなと思っているのが、まずこの水槽です。まあ、僕はそのライトなんて使わないので、とても暗い水槽で人様にお見せするには不似合いな水槽なんですが、それでもまあ結構楽しく可愛く育てられていますね。で、この子たちは夫婦仲が悪いです。一度ハツちゃんが誘ってるのに、根性なしのイゼ君が行かなかったので、見限られてます。あ、今日は珍しく騒がにが出ています。この子たちがね、表に出ることは珍しいんですが、昼なのに水槽に出ています。この子たちも交尾立てたかったんですが、捕まえられたのが多分メスばっかりなんで、多分まあ繁殖は無理だと思います。で、次も産卵繁殖を期待してる。一度だけ交尾が確認できています。で、場合によったら今日もう一度交尾させようかなと思っています。まあ、できるかどうかで分かりませんけれども、メスの、セイラちゃん、このセイラちゃんとオスのカミュ君、どちらもまああまり元気がないなという感じもしないではないんですが、とにかくまあ一度交尾させてみましょう。で、そのためには、バケツですね、このバケツに少しでもセイラちゃんに負担にならないように、このセイラとカミューが住んでいる水槽の水を、落としちゃいました。水槽の水を入れます。で、逃げられない広さと深さにして、ちょっとかわいそうですが、怯えさせることになりますが、まずはセイラちゃんを確保して、セイラちゃんを確保しました。して、この子をバケツに移動させます。どうですかね、普通のザリガニなんですよ。
でもホワイトザリガニかゴーストガリガニかブルーとは言えないな、ちょっとくすんだ青のかかったホワイトかゴーストかって感じがするでしょう。これ乙姫だけで育てるとこうなります。ちょっとだけ青ザリン Z が入ってますね。乙姫9に青ザリン Z1 で、骨が弱くならないように卵の殻を食べさせた子です。でこれをここに入れます。で、次に交尾させたい。一度の交尾だけではちょっと安心できないので、カミューを捕獲します。はい、お待たせしました。今バケツに2匹入れました。共食いではなく、ちょっと落ち着いて交尾に入ってくれたらいいんですが、ちょっとまた時間すごく色違うでしょう。交尾どころじゃなくて、逃げ回ってるんですが、一度交尾したからもう交尾しなくていいと思ってんのかな。どうなんやろ、ザリガニって何度も交尾するのかな。何度も交尾するようなことを以前書いてあったんですけどね。だから、いわゆる受精率ですよね。産卵しても無精卵が多いと困りますので、交尾が成功しても、その全部の卵に精子がいってないと困りますから、一応ちょっとこれで時間を待ってみます。で、その間にご紹介ですね。7子の子。いつも真ん中の部屋にいて、仲が悪かった子たちですが、今日はちゃんと部屋が分かれてます。この子たちもね、上にこう、鉄板を引いて、網を引いて、鉄板を引いて、雑草防止してるんで、暗いんですよ。で、ライトなんかつけてないので、薄暗いところで普段からいます。で、もう一つがこの子。この子たちも乙姫で大きくした子ですね。だから、強い子が比較的おいしいんでしょうね。青ザリン Z を多く食べて青っぽさがあります。で、弱い子は青ザリン Z おいしい餌を食べ損ねて乙姫ばっかり食べてるので、すごく白っぽいと僕個人は思ってます。僕個人はそうなってるんやろうなと思ってますね。はい、次のご紹介です。次がキング君。お昼のこの時間は必ずお気に入りの、陶器製のマグカップの中でだらーっとしています。で、これ多分アナカリスかな。水草を取ってきた時についた、貝なのかな、なんていう貝のか分かんないですけど、それが結構増えて、水槽の藻、ついた藻を食べてくれてます。で、これがもうすぐ飼う予定のミナミヌマエビとかの餌になるんやったらラッキーですね。この水槽にミナミヌマエビを後々入れようと思っているので、たくさんこの、藻です。藻とで貝が増えてくれたらいいなと思っています。で、次がクイーンちゃん。こうずっと見てくれている人は分かると思うんですが、もうずっとこの中に生きてんのか死んでんのか分からないクイーンちゃんですね。時々自分の爪に生えたなんか藻みたいなのを食べてますから、
それで生きていけるぐらい代謝が低いんでしょうね。いっそこの子繁殖させたら元気なのかなと思ってるんですけど、すごく弱ってますね。弱ってるというか、おとなしいですね。で、食も細いです。で、次が、一番新しい水槽にいる、オスの7子の子です。この子ね、一番大きくなってますね。チザリから大きくした、乙姫で育てた子の中では一番大きいです。最近脱皮して、すごく大きくなった子ですね。色的には一番綺麗なんじゃないのかな。はい。で、いつもこの部屋に行ってたというか、日曜日に捕まえて、この部屋に隠れるようになってたんですが、今ようやく別れて、こっちの左の部屋に住むようになった、アメリカザリガニの子ですね。正直なとこね、日曜日に取ってきた2匹のアメリカザリガニのうち、弱いから心配やーって言ってた子が死んだんですよ。死んじゃって、こっちの水槽のパイロットザリガニにしたんやけど、今だから今朝死んでたんで、パイロットザリガニがいない状態ですね。で、その状態でどうしようかと。その今のザリガニですね、7子のちっちゃいメスの子をここに入れるか、日曜日もっぺん取ってくるかで悩んでるんです。正直ね、正直悩んでるんですが、こうやって部屋を分けて、ずっと同じ部屋にいてたから心配やったんですね。真ん中の部屋になぜかいつも一緒にいてて心配やったんですけど、別の部屋にいるようなら心配もないので、今の水槽は開けときます。それがいいですね。で、この部屋にまめに餌を落として、無事にいてくれることを祈りましょう。そうしましょう。それがいいです、いいです。はい。この子、ホワイトザリガニの紹介なので、この子が一番、見栄えがいいかな。餌で作ったホワイトザリガニ、ブルーゴーストホワイトって言ったら大げさやな。すごくね、透明感のある、わずかに青の乗った白ですね。綺麗でしょう。僕お気に入りなんですよ。繁殖させる子以外は名前をつけて、あまりその愛着を示さないようにと思ってるんやけど、この子に関してはね、すごく綺麗で鮮やかやと思います。白ザリガニ以外はね、極力繁殖させないっていうのが当初の気持ちやったんですが、この子に関しては迷いますね。餌で色を変えてそれが固定化できるならいいんですが、そんな技術も能力もないので、とにかくこの子を見てやってください。普通のザリガニでも、ちっちゃいうちに、本当にちっちゃいうちに飼って、で、脱皮した殻を食べないようにすぐに取り上げたら、色に変化させれます。それはもう間違いないですね。ずっと僕の動画見てくだされば分かると思うんですが、特別な、珍しい高価な、ザリガニを飼わなくても色を変えることは可能です。きれいな色にすることは可能です。で、それが食紅を使って自在にできるかどうかをこの後検証していきます。で、見てくだされば幸いですね。はい。で、交尾が成功したか見に行きましょう。成功していません。全然交尾しません。一度交尾したからもうしないのかな。誰か教えてほしいですね。それとも怖がってんのかな。この前はね、入れてすぐ交尾したんです。でも今はしないんですね。なんでかなーっていう感じですね。残念ですね。交尾楽しみにしてたんですけどね。はい。
今日は残念な結果です。一応、サムネイル的にはホワイトザリガニの紹介です。このメスの交尾を期待している子も偽ホワイトザリガニですね。餌で作った偽物のホワイトザリガニです、この子らはね。で、交尾させようと思いましたが、赤白の交尾は失敗です。赤白交尾失敗。ただ、当初のサムネイルの予定はホワイトザリガニだから、この動画はホワイトザリガニの紹介です。本物のホワイトザリガニと偽物のホワイトザリガニの紹介でした。ご視聴ありがとうございます。失礼します。